明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。リロイ太郎です。2020年を迎えましたが、まず最初の投稿動画は川崎鷹也さんの魔法の絨毯を歌ってみた、これでいきたいと思います。この歌を心を込めて歌うことを新年のご挨拶とさせていただきたいと思います。いや、歌うことが新年の挨拶って、お前、いや、お前って言うなよ。くだらないことで笑って、何気ない会話で泣いて、一つ一つの出来事にしおりを挟んで、忘れないように、なくさないように、アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことを話したくないんだ。君が仮にどんな恋を重ねてさ、どんな人と笑い合ったか、一人で考えて勝手にへこんで眠れない夜を過ごしてさ、仮に雨が降って微笑濡れになっても、僕が迎えに行くから、笑って泣いて見つめ合って、抱きしめ合って、愛し合って、ジーニーのように魔法のランプから出て笑わせるよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことを守りたいんだ。アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことをジーニーのように魔法のランプから出て笑わせるよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉も何もない、だけど君を守りたいな。最高、素晴らしい。ということで、自画自賛をたくさんできるような1年間にしたいなというふうに思っておりますので、たくさんの方のご視聴とご縁ご応援ご縁ご縁ご縁がありますように、そして応援をしていただけるように頑張っていきたいと思います。というわけで、チャンネル登録と高評価ぜひともお願いします。というわけで、今日はここまで。
2022年も、よろしくお願いしたいが、タイガー、タイガー、ジェレタイガー。チャオー。